帝国ビール株式会社はかつて存在した日本のビールメーカーである。大正元年に鈴木商店と地元資本により福岡県に設立され商標は桜ビールだった。1929年以降は桜ビール株式会社に社名を変更した。本社工場は福岡県文字市大里町に存在した。破綻後桜ビールのブランドと文字工場は 日本ビール株式会社に継承された。九州では初の本格的ビールメーカーとして鈴木商店の支援により設立された。提携先の鈴木商店の破綻を乗り越え、日本ではシェア第三位をキープした。しかし、太平洋戦争中の1943年に大日本ビールに統合され、31年の歴史に幕を下ろした。工場は、 戦後の大日本ビール解体に伴って札幌ビールの文字工場となり2000年まで稼働した。九州工場の跡地は文字赤レンガプレイスとして整備された。その中には帝国ビール本社事務所を転用した文字ビールレンガ館や同じくビール工場旨の帝国ビール醸造旨が現存する。2021年も 札幌ビールから発売された、復刻桜ビールハット ABC 金子直吉自ら営業、桜ビールの名は世界に、ハット ABCDE 帝国ビール、鈴木商店記念館1912年の設立当時は、大里町で文字市に編入されたのは1923年2月である。台湾の仏寮インドシナ調査と、事業経営南アコーシュと、 日仏政党会社を中心に、湯山英子、台湾学研究、第20期民国105年12月、国立台湾図書館、桜ビール78年ぶり復刻、当時の成分表を元にアレンジ加え全国販売。読売新聞、https、www、読売 COJP、エコノミー、2020万601おいと1 t 5七7 8 2021年2月23日閲覧。桜ビール飲み比べセット文字コーチビール工房。ありがとうございます。